え皆さんこんこにちはアルファアスリートの黒岩と申します。で、あの本日はですねあの、スポーツアスリートの、まあ、セカンドキャリアというテーマでお話ししていきたいと思います。で、今日はあのまはあ、3名の方をなんかトピックとして扱うんですけど、まああのまあ、1人は、まあ、元メジャーリーガーの方、まあ、3人人の元メジャーリーガーですけど、その日本人メジャーリーガーの方の記事と、あと2人、あの方と、 ニューヨーク・ヤンキースのスーパースターであるエイロットとゼレク・ジータのお話をしていきたいと思います。で、あのセカンドキャリアってなかなかそのイメージつかないっていうかなかなかあのと思うんですけど、テレビで取り上げているように首になってその悲壮感漂った特集が組まれるみたいな感じで、なんかあのセカンドキャリアはなんかすごく問題視されているところではありますが、 ただ一方で、アメリカの場合はどうなんだろうという話があって、アメリカの場合は実はきちんとキャリアが構成、構築されていて、プランを立てて、それ通りに進めていくみたいな、そういう話があって、ちょっと日本と違うので、ぜひこういったあのキャリアもあるよというところをご紹介していきたいと思います。で、早速本題に入っていくと、のこの最初の記事は、長谷川さんというその元メジャーリーガーの方が、アメリカでどういうふうに。 あのスポーツ選手はキャリアを築いて、その後引退してどういうふうにあのセカンドキャリアを始めているのかというところをブログに,ブログに書いてあったので、まあ、このブログの記事を紹介したいと思います。で、まあ、この結論の,あの投資で生計立てているというか、スタンを増やしているみたいなところがあって、まあ、メジャーリーガーの投資というところで、あのブログの記事を書かれていたんですけど、これ1年前ぐらいの記事ですね。で メジャーリーガーとして数年活躍すると、まあ、かなりの額がもらえると。それを散財する人もいれば、あの大半のプレイヤーが、ここに書いてあるように、大半のプレイヤーが将来のことを考えて株式など投資を行っているというところが書いてあります。で、アメリカの人がほとんどそうするように、メジャーリーガーに関してもファイナンシャルアドバイザーをつけますということが書いてありますね。これを通じて、えー、と株式などに投資を行っていると。 というところです、まあ、ただ、手数料がかかりますよねというところが書いてあります。で、その株だけではなくて、不動産もやっている人が多いと。はい、あのこの長谷川さんも実際にその不動産を行っているというところです。で、このあと記事を紹介するんですけど、まあ、A ロットアレックス・ロドリゲスですね、あの超スーパースターなんですけど、この方はまあ数,数百ものアパートのユニットを所有しているというところなので、あの稼いだお金を投資に、あの株式投資、不動産投資にまして、 あの不労所得を得をていいいるという、まあ、こういうこ感じですね、はい、で貯金で十分だという人もいますが、うんあの、パンデミックのようにこの先どこ、どんなことが起こるか分からないの,ないので、まあ、現金だけ持っている万身じゃないですよねということが考え書いてあります。まあ、してもうその通りだと思いますね。そのまあ、スポーツ選手にもかかわらず、まあ、私たちよりも全然その、ね、金融のリテラシーがあるなという印象があります。 はい。なので、自分で勉強して、自分で考えて投資していかなければならないということが書いてあります。まあ、あのさっき書いてあったように、ファイナンシャルアドバイザーつけてもいいんですけど、まあ、手数料かかるので、できるだけ自分でやれるようにしましょうねというところが書いてありますね。まあ、これは、まあうんどう、どうなんだろう。まあ、その日本の例えばアメリカの トップのファイナンシャルアドバイザーになると、まあ、めちゃくちゃ知識もすごいですし、リターンもすごいので、まあ、実際にその手数料を払う価値は全然あると思うんですけど、まあ、日本の場合どうなんでしょうね。こういうのって、まあ、ウェルスマネジメントとか、そのリテール営業の方とかが担当していらっしゃると思うんで、まあ、そこに対してどれぐらい手数料を払えるのかっていうところですよね。なので、まあ、株式でも債権でも不動産でも金でも銀でも大事なことは自分で実行して勉強して、成、ま、功、あ、しても失敗しても反省を次にかす。まあ、これは本当スポーツと同じですよね。 なので、こういうふうにまあプロの個人投資家として、プロに近い個人投資家になることが唯一の方法ですということが書いてあります。まあ、中間層平均的な人間がいなくなり、格差が激しくなる格差社会になると言われています。まあ、そうですね、これはその通りで、だと思いますね。なんか岸田、まあ、これちょっとまた別の話になるんですけど、岸田政権というか、岸田さんがまあできるだけこういう格差なくしていきたいよねということを言ってるんですけど、まあ、上が、 ね、あの稼ぐ分には全然いいと思うんですよね、その裕福な人がどんどん増えて、あの貧,しい人が貧しい人が少なく、まあ、中間層がこれぐらいで、まあ、裕福な人が増えて格差が広がるっていうのは全然いいと思うんですけど、まあ、そうじゃなくて、その中間層がどんどん下にずれていくっていうところが、まあ、格差社会の一番いけないところだと思うので、まあ、そうならないためにもあの自分で投資していきましょうっていうところがこの。 記事の主題だと思いますし、まあ、これはスポーツに限らずってそういう話になってくると思います。なので、ぜ、ま、ひ、あ、プロ選手とかあの、将来不安だっていうところがある人は、ぜひ投資とかで稼いでセカンドキャリアに備えていただければと思います。で、まあ、ここからはちょっとそのスペシャルな話になっていくので、あまりその馴染みがない世界かなと思うかもしれませんが、まあ、実はそうではなくて、 あのっていうところがありますとあ。どういうことかというと、これ、ブルームバーグラから持ってきたんですけど、A ロット、アレックス・オドリゲスですね、ヤンキースのスーパースターですけど、まあ、これが野球人生を引退した後にあのビジネス帝国を構築しておるというところです。なので、あのまあ、ビジネスでも成功してるってことですね。さっきあの記事でも、あのブログでもあったように、A ロットがめちゃくちゃ活躍していると。で、まあ、ヤンキースで活躍した元大リーグの えーとエイロットこと,ことアレックス・ドロロド・ディケス選手はプロになるとビジネスの目標を追い,定め追い始めていたというところで、まあ、プロに入った時点でそのビジネスの目標を定めて、セカンドキャリアに備えていくと。で、野球史上最も成功したが、まあ、何かと物議を醸したキャリア後の人生を送る同士は、今野球を野心を一段と高めている。まあ、この物議を醸したとか、クリーンだとか、そういう話に関してはまああの彼、 薬物やっちゃって、まあ、それでなんかダーティーなイメージがついているんですが、まあ、そこからなんかビジネスマンとして転身されているということです。で、今何をやってるのかというと、自身自分で会社を持っていますと。で、ビジネスのネットワークに関するビジョンを示すと。で、不動産で成功を足掛かりとして、まあ、さっき数百持ってるっていう話だったんですけど、まあ、それで不動産ビジネスで成功されて、参加に今、 プライベートエクイティベンチャー投資、特別買収目的会社、まあ、SPAC と呼ばれるものと、まあ、プロバスケットボールにチームを抱かかれて、これ、すごいですよね。めちゃくちゃすごいと思うんですけどね。なのであの、こういうことをやってらっしゃると。で、えーっとまあ、テレビキャスターとか投資家と仕事によって、選手代のままあ、これ,これ,これ,これいいとして。であの、こういうふうにめちゃくちゃあの活躍されているーロットなんですが、まあ、これ、果たして1人やってるのかっていう、そういう話もありますと。 で次、あのちょっとジーターの記事をあの見た後に本題に入っていきたいと思います。でデレク・ジーターも実は今、マイアミ・マーリンズといって,言ってそのメジャーリーグの球団を一社持っていて、まあ、CEO をやっていますと、はい、そういう状況なんですが、まあ、なぜあの球団経営をやっているのかというところです。はい e キャプテンがマーリンズを買収 CEO にこれ、すごいニュースになりましたので、ね、マーリンズがそれちょうどマーリンズ、一郎選手がいたのでその一郎の球団を買ったという。 そのデレック・ジーターというスーパースターが一郎の球団を買ったというところで、日本でもめちゃくちゃあの話題になったんですよね。なので、そこをちょっと見ていきたいと思いますあの。ジーターも経営者、投資家としてめちゃくちゃ成功されているというところです。ドジャースがこれぐらいで買われた、まあ、1725億円ぐらいで買われ いてまあ、それを買ったのも NBA のスター選手、まあ、バスケットのスター選手だったマジック・ジョンソンですね、これめちゃくちゃ有名な人ですけど、この人が買ったように、まあ、あのジーターもアメリカの,日本アメ,リカの,あのメジャーリーグの球団を買ったというところです。で、マーリンズ買収にあたって、まあ、ジーター氏が支払う額は、まあ、12億ドル、まあ、約1320億円となっていますと。 まあ当然個人で、さすがにジータといえども個人で働える金額ではないため投資家を巻き込んで買ったんですね。なので、ジータが号令をかけてお金を集めてその投資家グループがお金をファイナンシングしてそれを用いて球団を買って、まあ、みんなで儲けているというそういう感じですと。まあ、これがこういう買収するケースが増えていますというところですと。でまああの MLB の球団の価値がめちゃくちゃ上がっているというところですと。で、これ200億円からだ大い体い1300億円ぐらいになっているので、何倍 ?12 倍ぐらいになっていると。12倍じゃねえや、えーと、6倍になっているというところですね。はい。まあ、これぐらい価値がめちゃくちゃ上がっていますと。で、マーリンズ買収に関わったグループ、その投資グループの中には、ジータ氏とナイキ契約選手つながりという縁でもある、 まあ、バスケットボールの神様マイケル・ジョーダン氏も名を連れ,れているというところですと。でジーターは実際、現在ですね、CEO をやっていますというところですと。まあ、CEO としてあの経営をやってるんですけど、まあ、それが成功しているかどうかっていうのは、まあ、微妙なところではあるみたいなんですけど、まあ、それにしてもすごいですよねその。ヤンキースでキャプテンやって、多分あの遊んで暮らせるだけのお金あったと思うんですよね。ただそれをせずに、遊べずにあのビジネスに。 お金を回しているとで。経営者として、投資家として、めちゃくちゃ成功されているというこの2人です。エイロットとデレク・ジータですというところでした。で、ただ、あの先ほど言ったように、エイロットもジータも、まあ、プロではないわけですよね。そのまあ、当然その野球のプロであって、ジータの場合はその球団を経営するというところで、まあ、ある程度、 野球を知っているので、ある程度というか,、まあ、プ,ロかプロなので、野球を知っていると思うんですが、経営とか投資のプロではないというところで、まあ、当然一人ではできませんという話ですね。その買収金額にしても、買収の,あのナレッジというか、その知識に関しても一人ではできないと。で、どういう人たちがこのジータたちを巻き込んで、こういうビジネスを動かしているのかというと、投資銀行になりますという話です。まあ、投資銀行といっても、その投資銀行部門ではなくて、いわゆるウェルスマネジメントという。 いわゆる部門になりますと。ジーターが、これは、ね、英語の記事なんですけど、まあ、すごくいい記事なので持ってきましたと。ジーターが、まあ、球団を買う上で、まあ、150億ミリオン、150ミリオンなので、まあ、100万千万、100万千万、1億、まあ、1.5億,億ドル、まあ、150億円ぐらい必要だったんですけど、まあ、それをどうやってファイナンシングしたのか、調達したのかというところが書いてありますと。で結論、ここに書いてあるように、そのモルガン・スタンレイのプライベーの、えー、プライベートウェルスマネジメントグループ、 なった人た人ちがあの彼らを巻き込んで、えー、お金を調達していいますというとうころが書いてありますであの,この詳しいディールとかはちょっと省くんですけど、内容,内容ですね、は省くんですけど、まあ、どういう人たちがあのやってるのかっていうところをあの見ていきたいと思います。フォーマー・モーガスタン・レイ・ウ、え、ェ、ー、ルス・アンド・マーセット・マネジメント・チーフのグレック・フレーミングっていう人ですね。この人があの号令をかけて投資、この人、投資グループには持ってるんですけど、 あのその何とかキャピタルというものの会社で、まあ、ジーターを集めで、ジータの名のもとお金を集め、それで、えー、と球団を買収して、実際にその球団を買収してとていう投資を行っていると。これ、プライベートエクイティとかあのスパックってさっきエーロットも出てたんですけど、これも一緒ですね。あの投資グループを巻き込んで、えーと、実際に投資しているというところです。なのでエ、まあ、ロットとか ジータとかっていうのは、あのいわゆるその広告塔みたいな感じですね。彼らの名のもとお金を集め、あの実際にジータの場合は経営もしてますけど、まあ、そういう経営とかも任せてあのお金を集めているっていうところになります。で、まあ、それであのアスリートも2人だけではできないので、投資グループも巻き込んで一緒にやっているっていうところですね。なので、これ書いてあるように、そのウェルスマネジメントやってる人たちなんですよね。そのウェルスマネジメントやってた人たちが、まあ、当然その富裕層に対して、あのまあ、 お金預けてくださいっていうところで営業していったと思うんですけど、まあ、それで多分ジーターとかエーロットとか、そのまあウォール街とニューヨークヤンキースというところで、まあ、そのニューヨークつながりで多分コネクションを持って、で独立してその、そこで培ったネットワークとかを生かして、じゃあ,あの引退されたなら、あの今度あの、球団買いたいって言ってましたよねと。で、球団買いたいなら、私たちと一緒にどうですかと。で、お金多分ジーターが行ったら、あなたが行ったら。 お金集まると思うんでやりましょうというところであのビジネスを進めていったと思われます。なので、あのまあ、ちょっとセカンドキャリアという話でちょっとずれ,れてはしまうんですけどあの、今ウェルスマネジメントとかやってらっしゃる方多いと思うんですけど、まあ、こういうキャリアもありますよというところですね。あの例えばあの、部活やってて、スポーツやってて、大学まで。で、その後、 あの証券会社のリテールとかやってあの、ウェルスマネジメントとかやって、まあ、こういう,あのそういうコネクションを生かして、こういう、まあ、でかい買収とかでやっていったら、すごくエキサイティングだと思うんですよね。なので、まあ、こういうのを手掛けているとあのもいうキャリアもありますというところですね。なので、ソー、まあ、当選手はぜひこういうあの投資とか、さっきあのブログにあったように、投資とかあのビジネスとかっていうのをあの実際現役の時から育んで。 あの見据えてやってほしいですし、実際そこを考えないとなかなかそのセカンドキャリア悲惨なことになってしまうので、うん、あのスポーツで成功プロとして成功されても、その後ちょっとあの破産したというパターンも全然ありますし、なんかセカンドキャリアについてもっとあの考えていただきたいなと思いますし、むしろそのセカンドキャリアに準備していたら、まあ、こういうジーターとかエイロットみたいにビジネスでも大成功しますと、まあ、そういう話ですね。なので、はい、あのちょっと今日は まあこういうい話でしたセカンドキャリアも、あのー、なかなかその昨日からおとといかな、特番があって、あのー、クビになったプロ野球選手みたいな感じで、なかなか悲壮感あふれる内容ではあったんですが、実はその、しっかり備えていればそうでもないよっていうところを言いたかったですし、ビジネスとして成功されている例がこれだけあるので、これだけあるので、ぜひあのプロのスポーツ選手とかっていうのも、 ぜひこういう経営とか投資とか学んでいただいて、あのセカンドキャラに備えてほしいなと思いました。はい。ではあの、すみません。本日の動画は以上になります。今日も見ていただいてありがとうございます。あのアルファスイートではこんな感じで、毎回その有益な情報とかっていうのを出していくので、ぜひご覧いただければと思います。はい。では、本日は以上になります。ありがとうございました。